このさ、コンビニのマンゴーめっちゃ好きなんですけど、冷凍のトケトケが好き。今はてか19時20分ぐらいだったら教えてほしい。今何分か分かってないけど、時計がないんですよ。あるんですけどちゃんとしたあれがないから、あとここから見えないので、これ大好き、おいしい。無敗で18分、あ、でもこの携帯をさ縦にしたら時計が時間が見えるらしいんですけど、なんか横向き派でいつも横向きで配信しちゃうんですよね。立てて立てれるんかな、縦の方がいいんかなどうなんですかね。どっかで告知されてた？されてない気がする、今日初めて見た気がする。いつもさ当日のより前にさ告知みたいな、お便りみたいな送ってくれたりするよ。見た記憶ないんだけど、このメンバーでやりますみたいな。夜ご飯です。電波悪いかも、事務所だし。前髪切る見るんだけど、見た記憶が、記憶ないだけかな。なんか X で見てたんですけど、いつも。電波そんな悪い？ Wi-Fi 消してもいいけど。消そうか。地味に久しぶりの配信。みんなが電波悪いわけじゃないです。事務所電波悪いので。そう、ギガなくなっちゃうから毎月あんまり、はい、Wi-Fi つけてやりたいんですけど取っちゃった毎月ね、低速にしちゃうんですよ。最後の2日ぐらいに来ちゃう。事務所の Wi-Fi 本当に弱くて、夜ご飯です。サラダさっき食べてマンゴー食べてる。でもなんかラジオ終わり絶対お腹すくやん、いっぱい喋って、しかも今食べてるから、なんかアイス食べる予感がしてるラジオは結構帰るの遅いんですよ、落ち着くの。明日公園だからな。
今の髪色かわいい。いや劇場はねこれファイナリスト事務所はあるんだけど、お電波ね、でなんかミオはさんじゃないよでお弁当がある時に一回も出たことがなくて、お弁当っていうか食べ物がある時代に一回も出たことなくて、暑すぎてアイスしか食べる気になんない。朝起きてもアイス食べたいし、寝る前もアイス食べたい。今日は決断の練習してました。なりしゃべはね、お菓子が置いてあって、まあ、お菓子いただいたりするんですよ。マジで美味しい。これ本当にトケトケで食べた方がいい。マジで美味しいな。これ夏しか食べないんだよね、冷凍フルーツって。なんかさっぱりの時しか食べない。冬はチョコ系のアイスが食べたくなりますから。明日はね、てつなです。でも結構さ、何あれ劇場公演とかでお弁当いただくからありがたい。お弁当でしか食べない食材ばかり。魚とか食べないし、お肉もあんま食べないので、外食かお弁当じゃない。6期オールの鉄な？明日10期じゃなくて？え、明日って10期がいっぱいいる鉄なじゃないの？10期が全員出る。本当にセブンイレブンが好きすぎてさ、ありがたい。マジで一番好きなコンビニなんです。もう本当に圧倒的マンゴーが美味しいです。マンゴー最高。でも好きなフルーツ何って聞かれたらマンゴーかも、かもじゃない、マンゴーです。シャインマスカットとか桃も好きだけど、圧倒的マンゴーナンバー2って感じ。圧倒的マンゴーナンバー2。嫌いな食べ物ある？だってこの質問やばいです。止まらないです。嫌いな食べ物たくさんあって喋りきれない。ミレイと初めて手つなでる。なんかね、リンゴもあんま好きじゃなくて、なんか梨のみずみずしいやつは好きなんですけど、リンゴあんま好きじゃない。なんかあんま好きじゃないの基準は、家で出た時に嬉しいか嬉しくないかなんだけど、ミオが家で出たで家でフルーツ
出て結構出るんですけど、ミオが嫌なのはスイカ、イチゴかな。お家で出るとテンション下がるのはスイカとイチゴで、その次がなし、あ、リンゴかな。みずみずしいリンゴだったらいいけど、なしなし系、なんかしなしな系しなしな系はあんまり。本当ありがとうございます。で、ブレイキンってなんなん、なんかツイートとかで見たりする。だからなんか水分多めなしとかは好き。マジスイカとイチゴがテンション下がるけど、イチゴ出た時はちょっと食べたりするけど、スイカはもう全く食べなくなっちゃった。お家で全く口にしなくなりました。だからなんか食べろって言われるの、たまに実家でさ、フルーツ出る時にスイカ熱いしね、スイカ食べろって言われるんだけど、もう本当に嫌すぎて断ってるスイカ断ってる。あ、でもいちご飴大好きです。めっちゃ好き、いちご飴本当に好き。今年も食べましたし、春も食べたんですけど、2個食べたしね、春。だから本当にいちご狩りとか行っても全然食べれない、行くなって話なんですけど全然食べれない。でも昔はその一人暮らしじゃない時はなんかお家でスイカ出たら無理やり食べてたんですけど、本当にいやいや、今はたまに帰った時に自分以外食べてる、ミオ以外の家族が食べてる。もう一切食べなくなった。だからなんか中学バスケ部だったんですけど、バスケ部でスイカ割り夏休みにね、体育館でやったんですけど、ミオだけ食べなかったです。アイス食べた一人でアイス食べました。赤いのがダメではないです。たまたま。でもスイカは確かに水分だけど味がダメ。あのキュウリ苦手なので、そういうことよ、キュウリ苦手だから。シンプルに味があれですね、好きじゃないし、なんかあんな種の入ってる食べ物をわざわざ食べたいと思わない種すぎじゃない。桃大好き。みは桃とマンゴーとなんだ、いや忘れた。みはキウイも苦手です。めっちゃ、あ、言うの忘れてた。これめっちゃ苦手。なんか画面拭いていい？なんか汚い気がする。めっちゃ下から。え、オリンピックでダンス
の競技あんの？やば、すごっ。なんか本当にオリンピックわからないっていうか、なんかあんまり言わない方がいいのかもしれないけど何も知らなくて、本当にどういう基準でどこのその国でやるんだろうっていう、どうやって決めたんだろうっていう話を前理解した。なんかあ、パリなんだ、パリだっけ、どこだっけ、なんか忘れちゃった、フランスだっけ、なんだみたいな話してて、今年それってどうやって決まんのとか言って理解に質問してた。本当に何も知らなくて、リンゴ飴も好き、リンゴ飴も食べる。結構飴ついてたら食べれるかも。なんか多分人よりフルーツあんま好きじゃない。お弁当に毎回入ってたんですけど。あ、練乳は食べれません。もち、もちろん。ちょっと今眉毛描いててそれぐらいメイク最初からやってる。広島でさ、お好み焼き 2回食べたの。なんかさ、ずっと食事っぽくない食べ物ばっか食べてたらめっちゃ肌荒れした。メロンは NG です、とても。昆虫の気持ちになるからって何？昆虫の気持ちになるの？どれ？スイカ？どれが食べるんだっけ、昆虫。でもカブトムシお家で飼ってたことあるけど、ゼリー食べてたよ、あの人たち。2人いたんだけど、ゼリー、それ専用のゼリー食べてた。それだ、近所の子にあげたんよ、多分そのカブトムシ。と先にリップ塗ろうかな。顔色が悪い顔色が悪いので。暑いなこの部屋。冷房20度なのに。でメロンは北海道、絶品の北海道で食べました。一つだけ。そう、色で分けるなら白い食べ物が苦手です。分けるならね。だからさ、結構さ、小学生の時とかのお祭りもさ、中学の時のお祭りもさ、みんな絶対キュウリ食べるの。一回も食べたことない。あ、バナナめっちゃ NG、 忘れてた。これは結構トップクラスで NG です。多分果物界隈で1位かもバナナが一番無理だった。忘れてた、バナナのこと。の忘れるレベルってことよ。
オリンピックもう終わるんだ。へえ。なんか何もわからない。何にもわからない。でもなんか牡蠣をめっちゃ食べたの広島で。まずお好み焼きの牡蠣も食べたし、違う次の日は普通に生牡蠣、焼き牡蠣も食べて。牡蠣めっちゃ好きなんですけど、昔嫌いだったんですよね。なんかちっちゃい頃さ、小学生とか中学生とかの時にお家でめっちゃ牡蠣フライよく出てたんですけど、嫌だな牡蠣フライと思ってその時食べてたけど、気づいたらめっちゃ好きになってて、今牡蠣大好き。この前北海道でも生牡蠣食べました。一人だけ、自分だけ生牡蠣食べた。揚げもみじまんじゅうも食べました。美味しかった。でも生もみじしか勝たない。普通に圧倒的な差で全部美味しいんだけど、普通のもみじまんじゅうも美味しいし、揚げもめっちゃ美味しいんだけど、でなんか揚げは大好きなあんこを選んだんですけど、ココハちゃんにチーズおすすめですってその行く前にね言われたんだけど、あんこにした。聞く耳一切なく迷いもしなかったよね。でもなんか揚げもみじ食べてチーズ美味しそうって思った。その食べてみて、なんかしょっぱい系だったら美味しそうと思ったけど、なんかめちゃくちゃお腹いっぱいで食べれなかったです。もう一個食べたいくらいだったけど、チーズも食べれなくて、自分の我が道を行った結果、あれだけ食べた、あんこだけ食べた。パイナップルは好きです。でもたくさん食べられない。パイナップルわかる？なんかパイナップルっていっぱい食べるとなんか痒い、痛い、痛くなる口の中。やばい。ユニコーンに乗ってるくまちゃん、ありがとうございます。でも広島のお好み焼きの好きなところは麺が入ってる。大阪でもモダン焼きしかほぼ食べないので、モダン焼きが好きだから、なんかデフォで入ってるの本当にありがたい。あの焼きそばが入ってることに意味がある、お好み焼きの。ちなみにパリパリのだから本当に助かりますね。ありがとうございますって感じ。でもゆっぴさんと言ったんですか？違います。でもコメントでさ、 X のゆっぴさんいたみたいな、ゆっぴいたみたいなコメント来てて、いないよね。わかるよね。鹿いた、元気だった。なんか奈良の鹿の方がテンション低かった。広島の鹿の方が元気でした。でも広島の方が鹿の数は少ないけど。なんか元気な鹿がいっぱいいた。海はカブトムシダメです。虫全部ダメ。でも本当に名古屋より暑く感じた。海は外にずっといたからかもだけど、もう暑すぎて。プライベート編だと今年一の暑さでした。もうどこも行ってないからね今年。普通に今年一番暑かった。でもお仕事編だと CBC 夏祭りがダントツ暑かったけど、あれやばい、暑すぎる。なんかあれ出したっけと思ったんだけど、
どっか行っちゃった筆。まあいいわ。もう冷房壊れてないっていうか、ここの冷房ずっと一緒ですよ。ずっと同じ冷房。この部屋じゃないところが冷房新しくなったんですけど、腕なくなっちゃった。どこやったかな。あ、でお好み焼き2個食べたんですけど、1個はそのストーリーに載せた牡蠣のやつで、もう1個はなんか目玉焼き乗ってるやつにしたんですけど、卵焼き、目玉焼き、なんだっけ、餅入れました。お餅入りのお好みが大好きなので、やっぱお餅が入りがいいなって再確認。そう、ここのね冷房が20度なだけで、みもお家では28度です。すぐ寒くなっちゃうんですよ。お家27にすると寒ってなっちゃう。めっちゃ暑い時27で、寝る前、寝る時は28度です。え、そう、チョコバナナも無理。そう、バナナが無理だから。めっちゃなんかイチゴとかは別に食べれるよぐらいだけど、なんかバナナ口にできない、そもそも。ミックスジュースでバナナ入ってるやつ飲めないです。バナナが入ってないミックスジュースは飲めるんですけど、なんか野菜ジュースとかもさあるじゃん、あれでさバナナ入ってる野菜ジュース飲めないんですけど、すぐ分かるよね。もう一口飲んだら、うわこれバナナだみたいな。実家にいる時毎朝ね野菜ジュースだったんですよ。朝からお水飲めない人間だったんですけど、今はお水しか飲まなくなった。毎日ジュースだった、朝は絶対野菜ジュース。ね、牡蠣美味しかったな。なんかそんなに牡蠣食べることないから、たくさん食べて心臓止まりそうだった。でも牡蠣は本当に苦手な人と好きな人が分かれそうな味だよね。なんかそういう味がする。広島もう一回行きたいな。もうちょっと後で。あ、でも夏以外に行きたいわ。ちょっと暑すぎてダメだった。暑さにやられすぎて。春か秋に行きます。あ、冬でもいいけど。あ、でも船で寒いの嫌やな。春か秋に今度行こうかな。でもずっと行きたかったところ行っちゃってさ、次どこ行こうって感じ。マジで生もみじまんじゅうこんなに美味しいってぐらい美味しい。え、冷やしもあるの、もみじまんじゅう。でも出会ってないかも。ああ、出会った、出会ったけど食べなかった。やっぱり生もみじまんじゅう一筋すぎて。あ、そう、筆がないとその目の上とか塗れないんだけど。マジでどこ行った？まあいいよ。でもカキフライよりも焼きガキとかのが好き。
なんか焼き牡蠣と生牡蠣の違いがみよ分からないんですけど、何が違うの？個人的には一緒、どっちも一緒なんだけど。でスパイナップル口ヒリヒリするよね。みよ結構ちょっと食べただけでヒリヒリしちゃう。だから好きだけどヒリヒリだからなっていう感じ。お好み焼き対抗心湧かないの？何の対抗心？やっぱり平和主義だから何の感情もない。無。好きな食べ物って感じ。お姉ちゃんとじゃないです。お姉ちゃんとは年2ぐらいしか会えない。旅行行けたらいい方だね。旅行あんま行けないからね。野球見に行ってない。ミオって全然コメント見てないよね多分今めちゃくちゃ下にいる気がする一人だけめっちゃ下にいる気がする。マジでもんじゃもお好み焼きもお餅入れた方がいい絶対。それからなんかパフェとかもチョコバナナとかあるやん。バナナって思う。バナナいらないでしょ。チョコだけやってくれたらいいのに。バナナついてくるんですよ。ミキに来てくれていいんだよって言われた同じ建物にいるんですけど来てくれていいんだよって LINE が来た。来てほしいってことよ。言ったんだけどね、ファンの人とコミュニケーション取ってくるねって言ったんだけど。すごい !3C です。韓国コスメばっかり。クリア。てかニコ生ないの悲しすぎる。結構見よう、ニコ生派なのに。でも宮島、広島から宮島は30分ぐらいだったから耐えたいでした。その生牡蠣とさ焼き牡蠣同じなんだけど個人的に何が違うかあんまり分かんない。そう、最近配信しなかったからなんかみんなとコミュニケーション取ろうかなみたいなでも、うん、今日夜配信しないんですけど明日もしないかな。
明後日も。しゃもじ買ってない。有名なんだよね、しゃもじ。なんかしゃもじいっぱい売ってた。てかなんか折り鶴のイヤリングとか欲しくなっちゃった。その場のさ勢いでさ、なんかその思い出として買いたくなっちゃうんだけど、本当になんか必要、生活必需品よりも不必需品、生活必需品じゃないものにすごい興味があって、そっちを集めるのが好きなんだけど、なんかなくてもいいものに結構好きで、小物とかのが好きやん、服とかより。あの自分で買うのワクワクする。でもね、ジュッキーにね生もみじまんじゅう買ってきました。なんかあんまりどっか行ってもあんまお土産とか買わないんだけど、なんとなく、しかもリカ好きって言ってたから言わないでね、これ内緒だから内緒だから、これ内緒にして明後日持ってくから言わないでほしいんだけど、そうリカが前の生もみじまんじゅうをなんかの機会で差し入れでいただいた時かに食べてめっちゃ感動してたのをなんか急に思い出して、でなんか10機揃うの最後かもじゃん、鉄菜が。だからなんかなんとなく買ってみた。18時50分？行ってやるか、ミキのところ。ほんまにしゃあなし行ってやってもいいけど、バブル送ります、この後バブります、この後バブります。で本当にバブルでしか見れない動画と音声ばっか送ってるほぼほぼそれ、バブルガールになります。もうしゃあなし言ってやるわ、ほんまにほんまにしゃあなしやで。あ、くまちゃんありがとう。くまてぃやん、でもさっきもレッスン上でね別のことしてたけどね、練習してたんよ、今日会話はしてるんだけど、今日は9時から3じゃないよ。なので、あ、ショールームはやんないと思うよ。9時からラジオぜひ聞いてください。今日本当に誰もいない、本当にミヤとミキが今日誰もいない、寂しすぎ。でも今日気づいたんだけど、ミヤおしりんさんと卒業発表した後にラジオじゃないですか、ルカさんとも本当最後の卒業最後のラジオして、ゆずさんとも最後のラジオしたの、卒業発表してから3人やってて、めっちゃすごくない？6期生さんコンプした、クマありがとうございます、ロボクマ。で3じゃないよは割と出てます、なんか時間が遅い時間だった時期もめっちゃ出てた、すごい6期生さんを制覇。そう、なんか素っぽい動画とかも送るかも、バブル。あと生誕ね、やたら
違うチームの生誕祭に出させていただくっていう生誕祭とロッキーさん、髪色かわいい。本当にオリーブのさ、ちょっと色落ちのオリーブ本当にかわいい。オリーブかわいい。ということで終わろうかな。なんかしますね。またどこか発信します。スクショタイムしよう。メイクめっちゃ途中だけど、今日はハートの日だよ。いけ。ラジオはこの服じゃない服でやりますって言おうとしたんだけど、あれだよね、見れないんだよね今リアルタイムで。服はね、動画では見れないんですけど、行ってきます。めっちゃ白いなんか顔白ということで、ありがとうございました。ゲリラですいません。ということで素敵な、あ、なんかみんな休みらしいよ。なんか休みの人多いらしい、お盆だから、ね、いっぱい来てた。今日から休みみたい、明日から休みみたい。まあそれぞれ頑張っていきましょう、それぞれの道で。ということでありがとうございました。バイバーイ。またラジオで。